チャンピオンリーグ、ウェアウルフアジシーズン中、組み合わせ紹介、ダンダンタッタフ、イエーイ。というわけでこのシリーズ復活しました。イエーイ。ところでウェアウルフアジシーズンっていつまで続くんだ。ダマゼンタ。きっと多分おそらく今回が最後じゃないかしら。お、じゃあ気合入れてぶちかましていきたいな。というわけで早速アリーナ1のご紹介。と言っても似た通りの編成だね。メロンパンのベストコンビにバトンでクロワッサン。二人とも引きだからいいコンビなんだぜ。雨の祝福は二人とも黄色くまでリースコアアップだね。安泰といったところだな。まあ雨の祝福効果の点差で順位が変わるなんてことは上位 0.0 の世界だけだと思うから、気にしなくてもいいかもね。そうだね。そして続いては宝物。星屑の宇宙時計、時の手直しバサミ、完熟メロンダイナマイトの3つとなっております。レベル12にはなってるけど黒煙の優先度が薄い宝物たちね。ちょうどこの子たちの前後に黒煙優先度高い宝物が追加されてたりした気がするんだぜ。まあ全てはいいわけだね。じゃあこの勢いでアリーナ2の組み合わせもいっちゃいましょうか。いやしかし動画はアリーナ1のままだしわけわからないことにならないか。じゃあ動画をカットしてアリーナ2に進めればいいじゃない。それやっちゃうとダメなんだよ。どうしてよ。そりゃもう大人の事情だよ。でも話すこともないしアリーナ2の紹介いっちゃうんだぜ。やったぜ。というわけでアリーナ2はブラックベリーのベストコンビとバトンはブルーベリーパイだね。はい、三元パイを泣いてる奴がいたら注意よ。まさかなと思ってたら第三元放銃しちゃうんだぜ。で、雨の効果はブラックベリーが全クマ、ブルーパイが普通ベリー、スコアアップだね。ちなみにこの情報は韓国の攻略アカウントさんからの引用です。だからみんなもそっち見た方が早いんだぜ。で、宝物は、ファンタスティックマジカルトランプ、フレフルジュース、名誉高吉の剣、だね。前半二つの名前が好き、おしゃれだよな。吉の剣も硬派な感じで好きだけどね。アリーナ1とアリーナ2は走る時間長いから大変だね。ミスしたらやり直しって次元になってくると時間の長さはネックよね。でも集中状態になると時間なんて気にならないんだぜ。ちなみに今回の動画はアリーナ3つとも全部ミスしてるよ。そもそもノーミスで完走できたことがないからね。しょうがないね。それでも合計で 1.4 くらいだからみんなもっと頑張るんだぜ。っていう下手くその煽りが一番ムカつくよね。レベルが伴ってないと勝負にならないのは肌にいいわよね。レベル低くても上手い人が日の目を浴びれる場所が欲しいんだぜ。でもそうなると順位報酬取るの大変になるからやめてほしい気もする。下手くその格闘ね。上手くなれば万事解決。というわけで PS が最重要なアリーナさんの組み合わせ紹介。まず第1層は筋肉のベスコンだね。バトンにロールケーキ君。雨の祝福は、ダリアと障害物破壊ね。ちなみに上位 0.0 を目指さない人なら夏目アジクッキーを第1層にしてもいいんだぜ。夏目は安定するけどハイスコアは出ないって感じね。そして宝物は、黄金チーズピッケル、暗黒キャンディケイン魔法のステッキ、アーモンドチョコチップハンマーの3つだね。名前が長すぎる。チーズピッケル味クッキーと買いそうなんだぜ。クッキーの名前と宝物の名前は紙一重ね。というわけでアリーナ3つともご紹介できたよ。テンポよくできたんじゃないかしら。ウェアウルフアジシーズンおそらく最後のチャンピオンリーグ、最後くらい順位取りたいんだぜ。でも今上位 1.4 でこの上は2点以内に入らないとなんだよね。何位から順位表示されるのかわかんないけど、多分2点にも 0.0 くらいだと思うから無理そうだよ。あと何回挑戦すればノーミスでいけるのやら、もう諦めてグランドチャンピオンリーグに期待なんだぜ。GCL は前回はほうれん草が育ってなくて勝てなかったからね。もう1回くらいは勝ち進みたかったわよね。魔女王アジはお前に敗退しちゃったんだぜ。まあそんなもんさ。しかし最近はイベントだらけでやることが多くて大変だな。そういうコメントも多くいただいてたわね。でもやってもやらなくてもいいものばかりだよ。友情ランはしなくていいし、カスタムランはまだまだ時間あるし、サーカスミニゲームも報酬取るの大変だし、チャンピオンリーグはある程度順位上げたら放置でいいし、そう考えると楽になるわね。優先すべきはいつの時代も競技とリレーとギルバトだよ。リレーは言わずもがな、競技はゴールド宝箱開けまくらないといけないし、ギルバトもギルドに貢献しないといけないしな。でもギルバトって自分になくてもあまり変わらないんじゃないかって思っちゃうわよね。実際変わんない気もするけど、やれば報酬のギルドコイン増えるしやった方がいいよね。ギルドショップで交換してきたファインくんがもうすぐレベル5になりそうなんだぜ。ファインくんが強かった頃から交換してきたやつね。無課金でレベル5になる頃には使われなくなってる。悲しいね。レジェンドはマイレージ溜まってないなら諦めた方がいいんだぜ。つまり今はマイレージ溜めて、新レジェンド来たらぶっ破すればいいのね。今から育てるならタイムキーパーの風組くんも大変だし、それがベストだね。レジェンドについての質問はよくもらうから、定期的に言っていくべきだな。それか一個概要欄に Q&A 記載しちゃおうかしら。動力が増えるのは NG。どんどん動画投稿のスパンが長くなっていきそう。そしていつしか星になりそう。そういえば星ってどうやってできるんだろうね。宇宙オタクに聞けばわかるぞ。めんどくさいからいいわよ。オタクの話を聞くのは疲れるのだ。でもお前もオタクじゃん。デッドボール。分野が違えばオタクもオタクじゃなくなるよ。でもオタクはオタクじゃん。むか。そういえばオタクで思い出したけど、最近キングダムオーダーっていうアプリにハマってるのよね。クッキーランキングダムの親戚。歴史漫画の方か。いや普通に別物だけど、これがまた面白いのよ。三国志とか信長の野望みたいな感じで。はい、面白そう。やってみるんだぜ。そう、今すごくハマってるからこれからも布教し続けるわよ。ミーハーなオタクにありがちだよね。すぐ人に勧めるやつな。いろんなの勧められすぎてめんどくさくなるやつ。まああるわねー。似たようなのにこの動画見てみてって動画見せてくるのもあるよな。
これ面白いよって見せられたらもうおしまいだよね。あいつ笑いすべきか面白くないというべきか、そんな反応に迷うような間柄で見せられるのがきつい。どうやっても罪だよな。もはや一種の嫌がらせだよね。でもこんなことで悩んでるのもアホらしいわよね。病気になりたい。でもそこまでなりたいわけじゃない。でも同じバカなら明るくありたいわよね。暗いだけのバカは何もいいところがないんだぜ。クリティカルダメージゆくにしても倍速にした動画見るのも面白いね。みるみるスコアが増えていくものね。倍速プレイとかしてみたいよな。それで一回ぶつかっただけで終わりとかね。どこかで見たようなルールね。サバイバンランはまだ改善の余地があるんだぜ。にしてもあれのストーリー解放は大変だったね。ひたすら負け続けたわよね。ああやって無理やりプレイさせようとするのは性格悪いんだぜ。サバイバンラン10回もやったら飽きるよね。うまかったら勝ち続けて楽しいのかしら。一番は負けても楽しめることだな。ああお腹が空いたよ。グッキーランチで食い物が走ってる割に飯テロにならないよな。この子たちを食べるのはカニバリズム的な何かに抵触するわね。筋肉味のブロッコリー付近は筋トレしてる人の風刺らしいね。そういう嘘ついてると栄養妨害になるわよ。でもなんで筋肉にブロッコリーなんだよ。何か隠された陰謀があるんじゃないかな。しょうもなさそうな陰謀ね。運営の中の人に筋肉ゴリラがいてよくブロッコリーを食べてるとか。やっぱり筋トレに風刺じゃないか。筋肉ゴリラがクッキーを生み出してるのは何回やよ。それは筋肉ゴリラ差別なんだぜ。正直作ってる人はどうでもいいよね。どうでもいいというか気にならないっていう方が正しいわね。正直店員の外見なんかを気にする世の中の流れにもついていけないんだぜ。外見悪くても声はいいって人が埋もれていくのは悲しいね。でも才能ある人って決して外見もいいじゃない。あれなんでだろうな。単純にそういう人が目立ってるだけじゃないの。かっこよくて才能あるなんてずるいわよね。顔面偏差値低いと人生は地獄なんだぜ。そういうのってなんて言うんだって。人は潜在的に外見で人を差別してるってやつ。よくわかんないけどそういうのってみんな認めようとしないわよね。差別を認めない人々が一番の悪なんだぜ。おじさんおばさんになると顔も気にならなくなるけど、人を形作る一番大事な学生時代に一番外見で影響を受けるのは悲しい。学校って仕組みよくよく思うと変な仕組みよね。教師は犯罪しても捕まらないしな。生徒も脅迫とか暴力してもいじめって一括りにされてみて見ぬふりされるし。魔境よね。あ世の中はお先真っ暗だ。まあ毎日美味しいご飯が食べられるのなら幸せです。幸せの意識は必須ありたいものね。その分周りも幸せにできるわけなんだぜ。というわけでご視聴ありがとうございました。今日も一日お疲れ様なんだぜ。あー夕張メロン、お腹が空いてきたわね。晩飯だ。もしもし、またねー。